どうも、ワニです。MZ 走塁だよ今日噛まなかったですね今日はね、MZ 走塁さんのお家に お邪魔しております。この有名なサバンナモニターのひろしくん、今日はあの MZ さんのお宅の、お子さんたちに餌やりをさせてもらいます。サバンナオオトカゲ、別名サバンナモニター。アフリカ大陸に生息するオオトカゲの仲間で、全長1メートル程度にまで成長します。ヒロシ君は全長112センチということで少し大きめですね。名前の通りサバンナに生息しており、虫や動物を食べているそうです。飼育下では太らせてしまうことが多く、しっかりと観察しながら食事を制限したりする必要があるそうです。撫でても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。おお、おとなしい。気をつけてください。ちょっとなんかちょっと狙ってるひろしくん今何歳ですか？3年くらいだったかな。もうちっちゃい頃から飼って、3年でこのサイズ、ね、うん、3年でこんな大きくなるんだ。3年と4ヶ月ぐらいですね。サバンナモニター飼う人はね、3年でこんぐらいになりますから、ね、覚悟が必要ですね。そうですね。1年で86センチぐらい行ってたんでね。1年でそんなに行くんですね。普段ご飯は何あげてるんですか？リュビアとヒヨコとヒナウズラでマウスですね。おお、うん、今日は何を与えるんですか？今日はヒヨコ与えようかなと思いますね。ヒヨコ、お腹、このモニターよりちょっともちもちしてる感じがする。あれでも天君とかよりは結構すごいあれザラザラしてたんだけど、なんかこの子持ち肌だな。やっぱモニターによって触り心地って違うんだな。かわいい。アヒル口なんですよね、サバンナモニターってね。よし。いやでもでかいですね。目指せ天君なかなか難しい。おとなしいな、ヒロス。俺も抱っこできますかね？大丈夫です。ぜひ。あー、気持ちいい。もちもち。おとなしいですね、本当に。お、おとなしくなくなったよ。登る？登る？ほら。すみません。ほら。ほら。そんなに痛くないですね。そうですね。ほら、おお、登ろうとしてる。はい。あー、触り心地がいいですね、本当に。すごいセクシーショットになっちゃってる胸の谷間が見えてる戻りたいかな。お、はい。かわいい。うはい、ありがとうね。すごいおとなしい。とてもいい子ですね。ひよこですか？はい。回答が終わりましたか？シックス。さっきからひろし君結構お腹空いてるみたいですからね。じゃあこれを与えていきます。はい。お、あ、すごいすごいすごい。やっぱ食いつきすごいですね。お腹空いてますからね。腕が太いらかっこいいですね、やっぱね。うん、どうした？はい、お、
やっぱ鳥も頭からがいいんですかね。多分そうです。いつも頭に回してうまく頭が。おお、飲んだ。2匹目。冷凍のひよこなんてのも売ってるんですね。おお。わあ、すごい迫力。今ひろし君体長113センチでしたっけ。112ですね。112、うん、うらはいはい、あやるじゃないか。あ、頭からいけないのか。おお水が飛んできて。モニターいいですね。あ、顎に近づいて食べ終えましたね。というわけで MZ 爬虫類さんのお宅のサバンナオトカゲヒロシ君に餌やりをさせてもらいました。この後もいろんな生き物への餌やりを見させてもらいますので、ぜひご覧ください。 MZ 爬虫類さんのチャンネルの方もよろしく。